G1 宝塚記念イコール2024年6月23日日曜3年上京都競馬場芝外2200メートル初の G1 タイトルを狙うローシャムパークオスゴ田中博史は21日午前6時10分過ぎに見ホトレ線の南馬場に登場2歳馬と共に角馬場でじっくりと体をほぐしてから半路に移動し 4ハロン624、455の143秒としっかりと負荷をかける早めのキャンターで前々日メニューを消化した。追い切った後も順調ですね。心身ともに答えた様子はなく、いい形で土曜に輸送できそうですと田中宏調教師は順調な調整過程に納得の表情を浮かべた。木曜に発表された馬体重は2着した前奏。 大阪杯から大幅増、18キロ、の522キロ。輸送でそれなりに絞れるタイプ。むしろ前走の方が余裕がありましたし、目標発表、イコール524キロ。レースでは前走の数字を切ると思いますとトレーナーは数字の背景を説明する。回食いが渋い面を考慮しながらも、しっかりと調教を積んできました。 普段の動きからもはみ受けが改善され、いいフォームで走れるようになってきましたと大一番に向けて調整に抜かりはない。気になる馬場状態に関しても、指揮官は、歓迎、の姿勢を見せる。走りのバランスから、道悪を奥にすることはありません。スピカエス、中山、シイコール5着、で負けたことで、向かないのでは、と思われるかもしれませんが、 当時とは仕上ががり方が違います。仮に両馬場であってもスピカエスは負けていたでしょう全身規制の強さは短所にもなりえますが馬場が悪くなった時は気持ちの強さは最後の一押しで有利に働きますとサバイバルレースからの生還に自信をのぞかせた重要なピース枠順も申し分ないようで外目の7枠10番の枠もこの子にとっては最高ですからね 幅広く先方が選択できますから、レース前にしっかり打ち合わせもしますが、当日の馬場傾向や、波紋の取り方などその瞬間にならないとわからない部分もありますので、最後は一流ジョッキーにお任せしますと今季好調の戸崎圭に全幅の信頼を寄せていた。